第9試合シシドヒロキ対アントニオ・カルバーリオ。最後に立っているのはシュートか、シュートボクシングか。本日のセミファイナル、ウェルター級3分3ラウンド国際戦を行います。青コーナー、シュート世界ライト級3位、カナダシャオフランコ MAAACC 所属、173センチ、 66.5キロ、アントニオ・カルバーリオ。長コールシュートボクシング日本ウェルター級王者、日本シーザージム所属、177センチ、 66.9キロ、シシドヒロキ。シュートボクシング2008、魂その 3.5.28、 東京後楽園大会セミファイナルを迎えます。セミファイナルはリミット67キロ、ウェルター級契約で戦われます。3分3ラウンド、赤コーナーがシュートボクシング日本ウェルター級王者シシドヒロキ、対するは2度目の参戦となりますアントニオ・カルバーリョ、プロシュート世界ライト級3位です。総合格闘家の顔を持っています。さあ第1ラウンド始まりました。黒のロングスパッツがシシドヒロキです。白いロングスパッツがアントニオ・カルバーリョ。吉高さん、シシドにとってこれ非常に手強い相手ですね。そうですね、 今までのやった選手の中でもカルバーニョというのはシシドにとって非常にやりにくい相手なんですよね。リーチがちょっと短いとか長短くて中に入ってくると、ね、ちょうどフックの間前というかな、パンチ当たるんですよね。前回の試合もそうでしたけど、ちょっとこういうタイプにやっぱり手強い、深く取るとかあるんで、まあ、海外勢にしてはこのリーチの短さ、これ逆に言うとアントニオ・カルバーリョの強いでもあるんです。そうですね、カルバーリョ短いも入るとフックがちょうどいいところで当たるんですよね。もともとはこうブラジリアン柔術からスタートですけど、いろんなキックボクシングを経験したり、そしてこのシュートボクシングでもその素質見せているんですよね。そうですね、試合前のね、彼の態度というか姿勢からも分かるように、はい、非常に真面目なんで、全て吸収してしまうというタイプですね。そうですね、まあでも王者としてシシド、ここ落とすわけにもいかないんですよね、裏返すと。もう絶対に負けられないです、そういった意味ではもう背負っているものはもう断然シシドが重くて、カルバーリョはもう失うものはある意味ないわけですよね、この戦いはウェルター級契約、リミット67キロです。左のインロー、そしてハイキック、これは間合いを取りますカルバーリョ。来月7月21日にはこの後楽園で日本ウェルター級のタイトルマッチを、山口大河戦を控えるシシドです。この2人もエスカップを狙う2人です。バックスピンキック、これは間合いを取ります。ここまでお互い様子を見ている形です。そうですね、お互いにやっぱ警戒しますね、無理に間合いを詰めないという感じですね、インドー、その後がありません。ここは左のハイキックを決めたのがカルバーリョ。やはりカルバーリョはやっぱ前回の参戦の山口の時と違ってやっぱりだいぶ警戒しますね、もちろん相手がシドラは仕方にないんですけど、左のミドルキック、コーナーに追い込んでいく形です。右のハイを出しました。蹴り中心ですね、ここまで。そうですね、やっぱ蹴り中心でやっぱパンチ、腕を、ね、できるだけ殺したいですね。なるほど、ミドルキックで右ですか。そうです、総合の選手というのはやっぱ蹴りを、蹴り足取ってやっぱ抵抗する傾向があって、腕にミドルを被弾することがやっぱなかなか経験上少ないですよね、ルール上ね、やっぱり腕いっぱい蹴りたいですね、今もミドルキック、左ミドルでした、今度は右のローキック、一つアントニオ・カルバーリョ、これですね、カルバーリョの右腕を殺していきたいのがシシド、逆に同じ左ミドルハイを出してきたのがカルバーリョ。距離は非常にこう一瞬近くなるんですが、また嫌って前を取ります。コーナーの方にじわじわ追い込んでいく、右のフックから左のリードジャブ、この後はありません。右ミドル、これは重いぞ。ここで第1ラウンド終了。さあ今首をぐるっと今回したシドですが、第1ラウンド吉高さん、どう映ったでしょうか。若干カルバーニョ少し硬いかなって感じですかね、シシドの方が逆にノイノイしとったかなって感じですね。カルバーニョ多分2ラウンド目仕掛けてくると思うんで、シシドどうするかですね、このラウンド、序盤が試合を左右するんじゃないですか、さあ第2ラウンド始まりました。第1ラウンドはやはりお互いに警戒していました。
吉田さん、はい、この第2ラウンドですね、ここからと見ていいですね。そうですね、ここからですね。シシドね、ミドルいいんですけど、ジャブも突きたいですね。左がちょっとないんで、まあ、パンチ警戒してるのもあると思いますけど、まあ、シシドはやっぱりこう打ち合いはしたくないということなんでしょうか。そうですね、打ち合いはしたくないですね。ほとんどパンチはありません。左のインローです。相手の目を見据えたままコーナーに追い込んでいきます。もう一つミドル、バクティン、もう一つ、逆にさ、そのパンチのフックの距離になります。一瞬あれなんですか、あの距離が危ないですね。あの左右フック投げるか、ベッドメーター、そのまま崩れました。ジャーマンですね。そうですね、これ積んでから、そうですね、今ローブ持ったんですね、ちょっと後ろがね、なかった。やっぱりお手の物でしょうね。そうですね、ちょっと紐が今伸びているので縛り直すようです。まあ、一瞬持たなかったら危なかったです。そうですね、ちょっとレフリー反則では注意なんですけどね。確かに、さあその間も指導選手呼吸を整えます。さあ試合再開になります。左ミドルキック、やはりこれを中心に戦います。左にフックを狙っているか、一瞬カルバーリョ、じわじわすり足で左ハイキックです。これしかし下がりません。ガードをしっかり上げています。左右のフックが来る。ちょっとカルバーの距離になってきましたね。あの左右フック来るとね、あっから厄介なんでね。右のローにつなげた。もう一つローキックです。左のフック2つで今度右につなげたのがカルバーリョ。このどうでしょう、コーナーに追い込んでいくというのは相当意識しているように感じるんですが。そうですね、追い込んで、まあ、あのブロックというか回みたいな形にしたんですね。いや、しかしここでパンチが来る。右のハイキックも出てくる。こうハイキックも難なくこう、しかも重いのが来るんですね。そうですね、あの若干前に重心がかかってるんで、やっぱハイキック、右のハイキックもですね。ただし、指導はローキックの作戦ですね。ミドル、もう一つハイキック、指導は下がりません。逆にまたコーナーの方に追い込もうかというところ、バックスピンキック、指導も先ほどバックスピンがありました。そしてもう一つその後に続けて、さあパンチだったら今度はボディにも捉えるミドルキックが、うなずくようにしていますカルバーリョ。パンチからローのコンビネーションも今出しました。指導右のハイキック、ロー、またパンチが来るか。これでも攻撃もでも先手は指導なんでしょうか。そうですね、先手先手ですね。カルバーに受けてからの指導 の手が空くとか狙ってますよね。先を稼ぎます。左ミドル、ちょっとどうでしょう、右のガード下がってきましたか。そうですね、あのミドルちょっと腹嫌がってますよね。あ、それは分かって今バックスピンか、ボディ狙っていきます。ここで第2ラウンド終了。